腕の残像が入り乱れる激しい決闘シーンが徐々に出来上がってきました。続いて主人公の幽霊グレイに取り掛かります。藤田さんはこれまでも読者の心を躍らせるアクション漫画を描き続けてきました。幼い頃から漫画を読むのが大好きだった藤田さん、特にヒーローが冒険を繰り広げる少年漫画に夢中でした。自分石森章太郎先生名義の頃ですね、はい、それと永井豪先生石川健先生、はい、で、うん、一番最初に模写したのはモンキーパンチ先生のルパン三世ですかね。そうそうそう、だから、肩の描き方にモンキーパンチ先生の影響が自分でもあるなとか思ったりしますね。肩がこう落ちてたり、うん、自分のような漫画好きの少年たちをワクワクさせたい、その思いで30年近くひたむきにアクション漫画を生み出してきました。そんな藤田さんはどうやって物語を生み出しているのでしょうか。ネームと呼ばれるストーリー作りの現場を覗いてみると、かかっていたのはバリバリのヘビメタ。ちょっと自分に酔うというか、その世界観に酔うみたいな部分がなければ漫画なんてかっこいい漫画描けないと思いますもん。連載前には登場人物のスケッチを数多く描くことで物語の世界に深く入り込んでいきます。フローレンス・ナイチンゲールさん を定着させるためにいっぱい描いたり、描くことによって自分に酔っていくというか。さらにはこんなものまで。こんなのいっぱい買いましたもん。あ、かっこいいとか、これあのアシスタントたちに持たせたりしてテンション上げないと。鉄砲持つとあの男の子ってなんか鼻から息出るじゃないですかとかね。テンションこそが毎週漫画描いていくあのエネルギーなんですよね。あの空元気とも言いますけどね。重要だね、テンション上げるのは、うん、重要ですか、うん、俺あんなクールにあの物語進ませてる浦沢さんがずっと冷静にやってるのかと思いましたよ。あれはあのテンション上げてクールなものを書いてるんですよ。なるほど。へえ、目から鱗です。今の名言ですね。はあ、なるほど。作品の出来上がりと作者は違いますから、はい、ものすごいテンション上がってるんですよ。そうクールじゃ作品なんて書けないですよ。あ、まあ、うん、今の名言だな。しみましたね。なるほど。漫画家にとってテンションって大切なんですね。で、藤田さんの漫画は、はい、すごい運動量だなっていうふうに思う、こう伝わるよね。はあ、はあ、僕もね、はいはい、スポーツ漫画描いてた時期ありますから、はい、とか山田とか、そのスポーツ漫画描いてると、はい、すごいんですよ。なんかあの自分のテンションを上げて、はい、本当に自分はものすごいテニスプレーヤーなんじゃないかっていう、だって、ね、僕が今コートに立ったら、はい、すごいんじゃないかっていう気持ちでダーッと紡いでいくわけじゃないですか。はい、あのやわらとかハッピーとかの時はもうあのこう見開き単位で見て、はい、こっからはっはっあうんザッてやって、それ、はい、それをこのタイミングで書いてるんです。まあやっぱり消費カロリーは面白い、すごいですよね。それって、うん、あの自分がそうなんですけど、うん、浦沢直樹がそういうような気持ちで漫画描いてらっしゃるんですね。僕は途中であのあまりに消費カロリーがね、うん、高いので、はい、
スポーツ漫画は一応あそこで一応今止めてますけど、はいはい、藤田さんずっとアクションもの書いてるじゃないですか、うん、そうすると、はい、30年間あのハッハッハッっていう感じで生きてきてるっていうのがすごいなって思って、はい、どうしても頭がもうあの少年漫画っぽくなってるんですよね。きっとあのこうテンションが、常に高くないとすぐ落っこちちゃうんじゃないかっていう恐怖感があるんでしょうね。よっしゃ、渾身のアクションシーンがついに完成しました。いやまあこういう感じです。いやだけどあの辺りからここに持ってくるっていうのはね、うん、これはね、いや本当にね、全国の漫画を描いている、はい人たち、あとは漫画ファンの人たち、はい、かなりな衝撃だと思いますよ。書いては消し、消しては書く、ひたすらペンを重ねて生まれた一枚。藤田さんがこだわり続けてきた読者の心を躍らせる戦いのシーンが完成です。